皆さんこんにちは、夜です。今回はちょっとしたことで死んでしまう弱い生き物たちを紹介していこうと思います。ターシャとはフィリピンにあるボホール島に生息する世界最小のメガネザルのことです。この愛くるしい見た目の生き物、めちゃくちゃメンタルが弱いのです。このターシャ、少しでも環境の変化などのストレスを感じると頭をかきむしったり、場合によっては木に頭突きをして自殺をしてしまうのです。メンヘラもびっくりするほどのメンタルの弱さですよね。そのためボホール島では触ったり追いかけたりするのはもちろんのこと、カメラのフラッシュや大きな声を禁止するなど、ターシャを守るためのルールが存在します。皆さんも観光に行かれた際はルールを守って観光してくださいね。ナマケモノ、皆さんご存知のナマケモノ、彼らはその名の通りナマケモノで、時には生きることすら怠けてしまいます。そのナマケっぷりは勤務中の僕以上、天敵に狙われ命が危ない状況で、彼らはなんと抵抗することもなく挙句の果てに力を抜くそうなのです。また彼らの食事は1日 10g で事足りるのですが、その餌にたどり着く前に餓死してしまうことがあるそうで、たとえ餌を食べても消化不良で餓死してしまうこともあるそうです。ちなみに木の上で生活している彼らは、木と自分の腕を間違えて転落してしまうといった間抜けっぷりもあります。トガリネズミ、トガリネズミは世界最小の哺乳類と言われ、大きさは尻尾までで約8センチ、体重はなんと2グラムほどだそうです。またネズミとありますが、見た目がネズミに似ているだけでモグラに近い生き物とのことです。彼らはその小ささからエネルギーを蓄えることができず、常に何かを食べていなければすぐに死んでしまう生き物なのだそうです。なんと数時間何も食べなければ餓死してしまうため、彼らは常に食料を探して動いています。しかし動くためにエネルギーを使うため、動けば動くほど死に近づいているといった悲しい生き物なのです。スズメバチねじれ羽、スズメバチねじれ羽とはスズメバチではなく、スズメバチに寄生する昆虫のことを言います。メスは一生宿主に寄生し、見た目はウジ虫のままなのに対して、オスは成虫になると宿主から離れ、オスは目、足、羽を持つ立派な昆虫へと大空を飛び回るのです。では何が弱いのか、実はこのオス、成虫になってから数時間で死んでしまいます。口は退化していて全く餌を取ることができず、ただただ寄生したメスと交尾をするためだけに成虫になります。昆虫界にはこのようにオスを存在に扱うことが多々あり、人間と言葉が通じれば案外オス同士飲みに行けるかもしれませんね。いかがだったでしょう。儚い生き物の位置、彼らも望んで弱い生き物に生まれたわけではありません。面白かったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter もよかったら覗いてください。では次の動画で会いましょう。